日本で作る、立ち上げる事業とは違う難しさ、まあそれはそれでちょっとハードだけど楽しいっすよね。英語も全然喋れなくて、人脈もなくて、金もカツカツの状態で来たんですけど、なんとかなりましたね。はい、can I teach you my teacher? Yeah, what? Sure. What? Okay. Hi! Hi, Marisa. Good to see you. Yes. So, how was the studio? I love it. It's very pretty. Yeah. Yeah. Oh, hello! Yeah, it's been a long time. Yes. Yeah, how was it? I'm good. Thank you so much. Excited for the launch for Clarke Quay and many more, hopefully. Welcome to back. Yes, welcome. Thank you. Can I look in studio? Yes. Go ahead, please. Thank you. Hello. こんな感じですね。でこっちがプライベート。This is a private room? No. This is the resting area, changing room, and also the merchandise. Okay. Yes. Can come on in. Why? It's all the beautiful studio. ちょっと白基調でね。また新しい感じですね。Bye. ということでですね、今からイントロクラスっていうね、体験のクラスが始まるんで、ハッシムっていうジェネラルマネージャーとメリッサっていうインストラクターの先生がいましたね。ハッシムは徴兵制があるんで、シンガポール、そこに行って最近ようやく戻ってきたん でシンガポールで、せっかくなんでね、シンガポール事情で、シンガポール事業やの何が難しいかというと、やっぱりその日本と違っていろんな人種の方がいらっしゃるんですよね。まあ、中国系もいればインド系、そしてマレー系、そして日本人とかで、あとそのコスモポリタンシティっていうのと、あとそのなんだろう、夏休みになると本当人いなくなっちゃうんですよ。ホリデーシーズンとそのレギュラーシーズンとの営業が難しいなっていうのを最近感じて、でもそれを攻略しつつあると。クラピラシンガポールの CEO の直子さんってね、超優秀な彼女がいつも仕切ってるんですけど、まあ、彼女がそういう報告を受けております。改めてね、この物件取るの大変だったんですけど、すごいいいな。いや本当ね、チームシンガポールのメンバーもね、超優秀なんで今後楽しみですね。実は年内にもう1店舗シンガポール5店舗目となるスタジオをオープンする予定で今動いています。これフランチャイズ加盟店で、実はなんと M&A バンクを見てくださった方がシンガポール移住されて、それでシンガポールで加盟するっていうようなサプライズで今進めております。日本で作る、立ち上げる事業とは違う難しさがあるので、まあそれはそれでちょっとハードだけど楽しいっすよね。一応社名がウェルネス X アジアなんで、日本そしてシンガポール、できればね将来的にタイとかマレーシアとか、あの辺もチャレンジしていきたいっすよね。てか行かなきゃダメっすよね。なんか最近ね、上場意識しすぎちゃって事業計画をこうセーブしてた部分もあるんですよね。でもなんかそれってどうなんだろうなとちょっと思いつつ、もっともっとアグレッシブに攻めた方がいいのかなともちょっと思ったりもして、今いろいろ悩んでます。シンガポールで2019年にビザ取って、英語も全然喋れなくて、人脈もなくて、金もカツカツの状態で来たんですけど、なんとかなりましたね。はい、行動あるのみですね。行動すべてですね。まさか僕がそのシンガポールに移住して、そこで現地でシンガポールのライセンス取って、店舗を展開するっていうのを誰も多分夢、誰もね、できると思ってなかったと思うんですよ。でちなみにあとね、2店舗か6店舗オープンすると、一応ねシンガポールではナンバーワンのスタジオ数を誇るピラティススタジオになるらしいんです。もう来年にはね必ずこれは達成しますんで、できればもうアジアナンバーワンみたいなところも狙っていきたいなと思いますよね。最初ねシンガポールに来て、僕銀行の振り込みも分かんなくて、英語読めないから銀行の振り込みで6時間かかったんですよ。タブレットで翻訳して、携帯で見ながらログインどうするんだみたいな。もうでたまにこう日本のアドバイザーとかコンサルの人もいらっしゃるんですけど、ちょいちょいこう横文字が使って、その横文字が全く分かんなかったんですよ。
アプローブルとかですね、まあさすがにログインとか分かりますけどでもなんとかなりますね。2年前ぐらいハワイで、この会社上場目指しますっていう動画を撮ってから腹くくって、英語勉強しようと思って毎日ね30分英会話だけしてるんですよ。これでだいぶね、まあ、まだ全然なんですけどある程度コミュニケーションが取れるようになりましたね。まあだからなんかやる気と根性でなんとかなるなっていうのは最近やっぱ思いますね。皆さんね、僕レベルでこんな、まあできたんで、ぜひ皆さんなんかやろうと思って、いや私じゃ無理、俺じゃ無理って思ってる人いたらですね、いやいやいや、ブクロでできたんだから余裕だろうと思って頑張ってください。ポイントは継続です。はい。じゃあ、ということで、4号店が、クラピラスシンガポール4号店がオープンしますという動画でした。シンガポールのクラークキーというところなんで、観光で来た時も、回数券とかありますんで、ぜひぜひ皆さん立ち寄ってください。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。まあね、もうめちゃくちゃ優秀なんですよ本当に。ありがとうございます。今シンガポールの状況どうなのかちょっと教えてほしいです。緻密にちゃんとしたオペレーションができるスタジオを作ることこそが実は競合優位性になったりとか、他のところそういうことやってないので、今すぐ会社を売却する予定がなくてもぜひサロンに入ってM&A そして IPO を勉強しませんか。将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。